僕の知り合いの、まあ、先生って呼んでる方なんです、まあ、先生なんですけど、ほんまにその方が車を結構趣味で好きで、車を買っては納得して置きっぱなしにするみたいな感じなんですよね。だからこの車全部売っ払ったろう思ってね、はい、今年も気合いでいきます。うわー、すっげー久しぶり、荷物増えてる。こんな、車、これ埃だらけになってますよ。何考えてるんですか。すっげーな、相変わらず。これ宝の山やな、これ。これ何っていう車ですか、これ。これスカイラインの初期型。スカイライン初期型。そう、羊の顔をかぶった狼って言われたんが、これ。ほら、今買われへんでしょ。せやね、まあ、ないことないけど。うわ、これ、噂のアストンマーティン、あれは、総生産台数が600台ぐらいかな。600台、はあ、これ何ですか、これ。フェアレディ Z。 あ、Z、 初期のね。 うわ、初期の、まあ、初期っていうか、ほな全部動くんですか、直したら。動く、エンジンは全部。ほう、なんかもう取れてますよ、事故車これ。いや、違う、ここに G ノーズをつけように外してある。G ノーズ、あの、前尖ったやつね。はあ、外したの。いや、すごいな、これ。なんなの、これ。こいつはカマロでしょ。カマロ出ました。あ、これトランザムちゃうんですか。カマロか。これはカマロ。はあ。キャデラックや、キャデラック。キャデラックのセブン。キャデラック。あ、これなんかエンブレム折れてる。そうそう、あ、しまってあるけどね。なるほど、新しいやつは。へぇー、あ、出た、トランザム。これはね、トランザム、来て来て、これトランザム、俺これ大好き。これね、ターボトランザムやから。これなんか僕にくれる言ったやつでしょ。そうそうそう、これよ。これかっこいいよね、これ革ジャン着て、例のあのエルメスの革ジャン着て。そうそう、ね、これやってかっこいいですよね。けどこれなんかバツってなってますよ、どういうことですか。誰かいたずらで書いたんじゃん。あ、なるほど、多分俺やな、これ前来た時。うわー、かっこいい。いや、テンション上がらへん、これ。でも、こいつがストロゼックのターボって言って1988年やけど、はい、多分もうこのストロゼックの本物は日本に数台しかないと思う。はあ、一台一台直していって売りましょう。いいですよ、全然ね、うん、僕それもう売る企画してるんですよ、もう今。あ、全然。それちょっと YouTube で撮っていきましょう、うん、僕にくれる車どれですか。どれでも、この中で好きなものもらっていいですか。いいよ。ほんまですか。うん、これがええと思うよ。これはあのトランザムの10周年記念の時に出たから、アメリカでも値打ちが割とある。え、今日トランザムって映画になりましたよね。あ、そうそう。うわ、かっこいいな、これ。トランザムの映画に出たやつと一緒はこのトランザム。これはマッハ1映画になった、まあ、映画に出たんと大体同じだね。これボコボコですよね。これなんですか。これこれスカイライン GT、うん、はぁ、スカイライン GT 直そうと思ってね、あれしてた。うわ、ボロボロ。ミッションなんや。え、これ直んねや。ちょっと閉まらなかった、これ。大丈夫かな、これ。大丈夫、閉まらなくなりましたよ、大丈夫、大丈夫。閉まらなくなりました。あ、引っかかってんやないだろ。あ、ボキッと。かっこいいな、これ。いや、こんなんもう誰もが欲しがるでしょ。せやね、まあ、欲しい人は欲しいやろね。ようこんだけ集めましたよね、先生。え、これ何ですか。エンジンないですけど、これ。これ MGB っていう車やねんけど、このクーペタイプが珍しいな。普通はオープンやから。え、これも走らへんでしょ、エンジンないから。エンジンを今調整してるから、積んだら終わり。どっかで調整してるんですか。してる。これはそれはダイムラーっていうジャガーの兄弟車。はいはい、ダイムラー、はいはいはい。え、めちゃめちゃもったいないやん、こんなん。なんでこんなほったらかしにしてるんですか。やばいって、これ。うわー、これなんかあの、ジブリに出てきそうな車やな。これ全部鍵あるんですか。ありますよ、そっち。あ、後で全部ちょっと中、開けて見ようよ、これ。うわ、すげえ、このトランクやばい、これ。なかなか。はぁー、やばいな、これ。え、これもトランザムですか。いや、それは。ムスタング、ムスタング、これだから、ね、最近のはこれをモデルにして新しくなったもんね。うわ、ムスタングやって、こんなのやばない、これ。でかいねんな、やっぱり、うん、これめちゃめちゃええやん。こんなあかんって、これジムに1994年。こいつの年式は1960
60何年かな。あ、60何年車なんですこれ。はあ、やばいな。え、これ何ですかこれは。クライスラーのニューヨーカーっていうやつ。はい、アメ車ですね。アメ車。あ、オープンにもなる。あ、オープンにならへんね。オープンにはならない。あ、すげえな。もう誇りかぶってわややけど、これもったいな。これさ、どれを直してほしいかって一回コメントしてもらおうか。で、それでその車をまず直してみようか。え、これはトランザムですよね。トランザムですけど、テンスアニバーサリーって言って。テンスアニバーサリー。アニバーサリーって言って。アニバーサリー。トランザムが出て10周年記念の時に。はあ、トランザムありましたね。なんか車が喋る映画ですよね。ピリ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 。みんな羽が違うでしょ。これはこう、羽が横まで回って、鳥の、はい、ファイアーバードの。あれはほら、横まで回り込んでないでしょ。これはここまで。けど今度ジェニーに言って書いてもらったらしまいちゃうんですか。いや、難しい。あ、難しいんや、これ。はぁ、あ。シール売ってるからね。え、これシールじゃないんですか。シール。ね、シールですよね。うん。売ってるから、そのまま貼り替えたら。あ、これ丸って書いてますよ、ここは。え、多分これね、前僕が来た時に やったんですよね、これ多分。欲しい車丸しとったんですよ。へぇ、すっげぇ。ほこりだらけだけど。このポルシェももったいないな、これ。こいつはね、エンジンオーバーホールしたとこやから。はぁ、あ。うわ。クーレイ4速のターボ。うーわ。あ、これ一応サンルーフついてんねや。ついて、これはフルソール。はぁ、あ。うん、いやですね。出ました、アストン、アストンマーティン。でもその顔と似てるでしょ。あ、これとですか。これ何でしたっけ。それクライスラーのニューヨーカー。あ、ほんまや、似てますね。でかさが全然ちゃうけど。うん、全然ね。こいつはうわ、でかこれ。ほら、普通ってね、ここでボディ切れてるでしょ。はいはいはい。これから、はい、これほら繋がってるでしょ。全部アルミで。うわ、もう一枚もいいことですか。一枚も。はあ、こう一枚もアルミでね。うん、ほんまやわ。うわ、これ全部ここまでいってるわ。すごいわこれ。テンション上がらん、これ。めっちゃよくない、最高やんこれ。え、これなんですかこの車。これさっき見たスカイライン。あ、スカイライン、うん、これ開くんじゃん。全然開いてるよ。開いてる、うん、うわ、すげえ。スカイライン2000って書いてますよ、ホワイト。うわ、すげえ。これ乗れんのかな、これ。直せるんですか。これはエンジン回ります。いや、すげえ。こんなんなんか倉庫もうずっと前から借りてますよね。そうやね。いや、俺のお気に入りやっぱりあのポルシェやな。俺はポルシェが好き。あとトランザムも結構いい。あれ、ポルシェ行きましょうか。うわわわわわ、いいですか先生。全然、どうぞ。うわ、すっげえこれ。え、これミッションですよね。ミッションや、4作。え、クラッチどこあるんですか。隠れてるけど。あ、これか、これか、これか。ちょっとちゃうわこれ。これクラッチってこの見て、これカズ、これクラッチもっとここら辺にあると思う。もっと左にあるあんねんけど、クラッチちょっとだいぶ手前にある。アクセルもだいぶ右寄りがある。うわ、ええ匂いする。うわ、すげえわこれ。一足。こういうとこが違うんだね、ノーマルとは。エアインテークとか、それとかあのホイールとかね。うわ、パワーウィンドウなんや。フル装備や、フル装備。はあ、上も開くようになって。開いてますね。いや、これやばいね。先生、これください。いいよ。いいよ。全然何でもくれんねん先生。ちょっとジェット開くかな。これ直そうかな、まず一発目。うわ、すげえな。暗いもんならへんわ、やっぱり今の車とは。ちょっとこれすごくない？長いよ。走行見てもらったら実装や。走行実装っすか。はい、3万キロ。はい。え、すげえ。うーわ、見てカズ、これまだ綺麗やな、うん、すげえわ。うわー、いやー、すげえ。エンジンちっちゃいね。ちっちゃいですよ、クーレーやしね。ねえ、ドッキー等で。ええ音するやろな。乾いた音はするね。ああ、やっぱりね。いや、
すごいよ。フェラーリ・デッド。うわ、めっちゃ新しい。何これ。エンジンフルチューンしたからね。エンジン変えたってことですか。いやいや、オリジナルをチューンしてる。はぁ、すっげえ。これ見て、エンジン全然ちゃう。めっちゃ綺麗。やばいやん、うん、バッテリーめっちゃちっちゃい。ちっちゃい。すげえこれ。こんな風にして開くんやこれ。そう、はぁ、もうあとここつけるだけですよ。そうそう、そうですよ。これなんかちょいちょいナンバープレートついてるやつあるんですか。あるよ、ね、うん、切ってるけど。前外してるのは前からエア引かないかんから、このホースつけるのに。あ、なるほど、これね、はい、冷却よりね。あ、これも空冷ですよね、もちろん。いや、水冷やれんけど、やっぱりエンジン熱持つから。はぁ、触ってるから。うわ、これ、これ低いとこにあんねんな、これ。これが一応サイドなんねや。これがチョーク、いわゆるかな。懐かしい匂いでしょ。懐かしいっすね、これ、うん、時計もついてて、いや、すげえな、これ。ブレーキ甘っ。あ、今はね、うん、あ、そう、今はなんや。テンション上がるしかないもん。160までしかない、この車。昔こんないねんな。これ年式何年ですか、先生。72か3やった。72か3やって、これ、うん、こいつアメリカから入ってきてるけどね。あ、アメリカからなんですか。左ハンドルでしょ。あ、ほんまやわ、はい、けどこれ日本車でしょ。日本車ですけど、そうやから僕でもあの人気があったから、ね、この車見たら分かるね。あ、どういう風に乗ってたかとか想像できる。イニシャル D に出てきてるワンガン Z がこの買ったよね。はあ、日本やったら日産やけど、これアメリカから入ってくるから、ね、ダットサンなんでね。スカイライン行こうや、カズ。うわ、ガソリンコック、こんなん。もうやられたい放題な、これ。カズよ。うわー、すっげえ、うん、テンション上がるしかないもん、これ。俺もう大好きやからね、車。スカイライン。オークションかなんかで買ってんやろな。これ200までついてるメーターが。これがあのウィンカーやな。これがハイビームとかなんかな、分からへんわ。うわー、すごい。すっごい、まあ、何これしか出てこーへんで。ダイムラー、これ行きたいよね。これ見たいけどね。うわー、かっこやな、やっぱトランザム。うわ、だいたいこういうのやねんね、普通は。エンジン、こういうのはやっぱ人間は背高いよね。この時代を、この時代が一番いい時代やったっていうか、ね、今みたいにコンプライアンスもうるさくない、行きやすかったっていうかね。カセットやっぱカセットなんだよな。200までついてるし、すげえ。トランザム、こういう車ってあの今じゃ走ってんの見えひんやんか。直して走ってんの逆にかっこよくないなあ。絶対かっこいいと思うわ。こんなトランザム、こんなん走っとってやばいから絶対。けどこれが一番かわいい。ダイムラー、ダイムラーってやつだけど、これ一番かわいい。これがダイムラーでしょ。アストンマーティンやったかな。アストンマーティン、いける？よいしょ。いや、これすげえ。これ何年式ですか？これは1989年。このラゴンダの最終型。あ、ラゴンダ、アストンマーティン、ラゴンダ、はい、最終型のディーラー。全部これあれやわ、デジタルやわ。ボタンも、はあ、ディーラー車ですかこれ。ディーラー車、これは麻布自動車。これ何本で買ったんですか。これ安かったよ、1000万。それでも、うん、弱ぐらいだった。うわすげえ。これなんかちょっと分かるかな、ナビ。一番左っかナビついとったんちゃうかな。ナビなんちゃうかな。珍しいな。珍しいわね。いや珍しいっしょ、見たことないですもん、こんなの。あの八つ目うなぎやからね、こいつは。目が3つと下に2頭あるから全部で8頭あるよこれ。
でこれの初期のシリーズ1はこのリトラクタブルのアストンでもこういうやつもあった。へえ、うん、ああ目が電気が、はい、そう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 。へえ、コルベット見てほしいね。あ、コルベットね。次回コルベット行きましょう。次トランザム見せてください。どうぞ。そこに鍵、鍵どれか分からへんんですよ。ね、先生物掘られへん人でしょ絶対に。そんなことないよ。いやいやそんなことあるでしょ。そんなことないよ全然。絶対。うわお、あ、ここにもトランザムのマークがあんねや。コンドルの、あ、いい匂いする。カンドルもかっこいいなこれ。チュル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 、すごいしか言われへんなほんま。すげえな。160キロか100マイル。あ、上すげえ、上すげえ、ほら、あ、これガラスなってる。これ上ガラスなってるやん。開くんやこれ。あ、取れた取れた取れた、これ取れる。ちょ見てこれ、ほらこれ見て、ほら取れる、これこれ。え、取ったやつ多分トランクなんか入れんやろ。先生これで大体何年式ぐらいですか、こいつ。はい、そいつは1979。こいつは1979。うん、これ。あ、はいはいはい、開けたあるで、キャデラック。ほらこれ、これもう、これもうすごいな。ベンチシートというんですかねこれ。そう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 。うわ、カビ生えてる。これマッハ1。マッハ1、マッハ1とかマック1とかね。横に MACH1 って書いてあるでしょ。あ、ほんまやね。はい、これかっこええな、俺これ好きやな。これかっこええわ。で、部品とかあるんすかね。あるよ。あるんすか。トランザムとかムスタングとか、うん、ライブラーとか MG はアメリカでもまだまだ好きな人が多いから部品は。あ、やっぱアメリカやっぱ強いですね、うん、ミラー、ミラーちっちゃいこれ。あ、開けました開けました開けました、はい、ありがとうございます。どうぞ。ただこの電子機で割とフル装備でしょ。パワーウィンドウとかこんな年式やろに、パワーウィンドウやったり、シートもパワーシートやったり、後ろ椅子は置きますよ。あ、これ置きんねや。四輪乗り。いや、これ好き。これ何年式ぐらいですか。これちょっと1973。いや、こっちかっこいい。これ、これください。ええよ。なんでもええよ。全然全然。直そうよ先生、ほんまに。ええよ。直んのはね、いや、直すというか、バッテリーつないでガソリンタンクだけ洗ったら全部動くよ。マジっすか。うん。ダイムラー先生、うん、鍵ないんすか。あるよ。決めた。絶対直す。見てこのマフラー。もうこんなもう暴走族やんこれ。うわ、うわ、直やわ。直やわこれ。ドゥ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 いうねね。うわすごいな。これ右ハンドルなんですね。右。いたしやからね。いや、イギリスや。あ、イギリスやから。うーわ、ジムに。これもうイギリスで乗ってる人とか高級なんやろね絶対。オートマ。あ、オートマないよ。ちょっと待ってね、鍵、はい。鍵これどこに刺すっていうか、これちょっとなんか臭い、この車臭い、なんか田舎臭い、田んぼの匂いする。あ、これ、これ何や、あ、これや、オートマや、これで、あれすんねや、これ。あ、これスムーズに開く。
やありがとうございます。ありがとうございました。もうちょっと一台一台直していきましょう先生。いいよ。これジェニーさんで直るんですかね。ジェニーさんで直るし、その僕の知ってるとこでも。ねえ。うん。全然。ちょっとこれ、お前直していこう。いいよ。次回こうご期待でいこうか。いや先生ありがとうございました今日は。いやいや。ありがとうございます。これ先生いつから車集めてるんですか。いつからやろね。知らない間にこれ欲しいなと思ってポンポンとしてたら、だんだん置くとこと動かしようがなくなって。ここだけじゃないんですもんね。違う。僕が知ってるだけでもね。あと、はい、古いのでは1937年のビジネスクーペとか。アメ車が好きなんですか。いやそんなことない。だからヨーロッパ車も、はいはいはい、これとか964とか、はい、好きは好きですけどね。これ先生車買うじゃないですか、はい、全部これ、まあ、もうやりっぱなしというかもうほこりかぶりまくってますやんか。買ったの？しばらく乗ってたよ。飽きてまうんですか。いや乗っててポッと見に行ってやっぱりちょっとあこれ欲しいなって思ってた。なるほどなるほどなるほど。ちょっと欲しいな思ったら。そうそうそう、まあ、コレクションみたいな感じだよね。せやね。ね、うん、これちなみに先生、はい、全部売ったら総額何本ぐらいだと思います。およそおよそ、まあ、でもねそんなに大体でこれは多分バタセどうやろうな1700-1800いくやろね。これ間違いなく500-600-1500いくやろね、うん、はい。マッハは今600万ぐらいするじゃん。いやあれかっこいいですわ。あの Z なんかやばいでしょ。 Z はね左ハンドルアメリカ仕様やからどうやろ。今やったら500-600ぐらいかな。でもエンジンにやっぱり200ぐらいかけてるからね。いやこれ直しましょう先生、はい、ほんまに直、ね、一台一台直していってちょっとピカピカにしてドライブ行ったりとかしてやっていきましょうよね。マサピー小屋にしていただいたら結構です。いやいやマサピー小屋にはちょっとできないんですけど、コメントで、まあ、こうした方がいいよ、合わせた方がいいよっていう情報をいただけたらめっちゃありがたいです。お願いします。と、はい、いうことでマサピー今年もよろしくお願いします。グッドボタンにチャンネル登録よろしくね。ありがとうございます。ありがとうございます。